気がつけばいつもあなたが瞳の中にいた。ほら昔からよく言うよね、好きなタイプは好きになった人って、どうにもならない抗うことはできない。ある時突然いつの間にかやってきて、まるで遠い過去から知っていたように。あなたの声も笑い方も話し方も歩き方も怒り方も、みんな大嫌いだったはず。不思議なんて考えればもっともっともっと謎だらけ。宇宙一のミステリー。気がつけばいつもあなたが心の中に住んでいた。そんな私がいつの間にか好きになっていた。そんな不思議が不思議なくらい、今は不思議じゃなくなっている。宇宙一のミステリー。